主従契約魔法。バサラさんにはミオ様と主従の契約を結んでいただきます。私なら互いを感知できる。その特性を利用してバサラさんにミオ様の居場所を把握できるようになっていただきたいのです。なら携帯の GPS とかでも。この魔法は満月の夜にしか使えないんです。ふん、ちょうど今夜は満月。このチャンスを逃してはあ。バサラは私とじゃ。いや、本当にいいのか。うん、居場所が分かるだけなら私がサポートします。うん、ミオ様の手の甲に出現した魔法陣にバサラさんがキスすれば契約成立です。おい、俺の手になんか出てきたぞ。え、ちょっとマリア、どういうことよ。あれ、おかしいですね。無断でしょ。なんで私がバサラの下僕にならなきゃいけないのよ。下僕はニュアンスが違うだろう。次の満月の夜には解除もできますから。次のってそんなの。消えちま。何嘘。やだ、もう呪いの効果が。呪い。詳しく話してもらおうか。本来の目的は配下の忠誠心を維持すること。ですから配下が反抗や裏切り行為をすると呪いが発動してしまうんです。おそらくミオ様が忠誠のキスを拒んでしまう。サーキュバス。夢の中でいやらしいことをさせるとかいうインマじゃねえか。お前が。微妙に違いますけどね。いかんです。アホか。いいから早く早く。簡単です。ミオ様を触ってください。はぁ、今のミオ様は出てます。こういう快楽は未経験ですから、しばらく触ってあげたら素直せいよ。さあバサラさん、ミオ様の恥ずかしいところを触って楽にしてあげてください。触るのはどこでもいい。今ダブルの意味で昇天してしまいますよ。悪魔が天国に行くのかよ。まあバサラさん的にじわじわといたぶる方がいいなら構いません。私そんなことしたら100回殺して。残念だけど諦めろ。なるべく早く終わらせるから。おい、バサラさん、ミオ様のためです。ミオ様のためですよ。わかってるよ。どうやらそこみたいですね。ミオ様の弱点。目の前にいるのはミオ様のご主人様、服従を誓う相手です。ご主人様、服従。この人がさあ、直接ミオ様の胸を揉んであげてください。うっ、大丈夫なのか。わかった。嘘で、そっか、私、本当はバサラをそう呼びたかったんだ。恥ずかしい。お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん。ところでマリア。はい？どうして先に呪いのことを話さなかった？バサラさんの気が変わらないように念のために保険を。マリア、ちょっと話がある。ミオ様、頭が痛いです。ミオ、感じる。間違いない、この建物にミオが。ここはゾルギア様のお屋敷です。よ、お前何を。もうバサラさんにできることは何も。お前一人じゃ母親を助け出すのは難しいかもしれない。でも俺たちがいるだろう。ミオを救って三人で。そんな簡単な相手。分かっています。でも今の私はこうするしかないんです。これこそ奥の手を使ってでも。鍵、
最初にミオ様が襲われた時逃がすことができたのはこの力のおかげなんです。さあバサラさん、サキュバス。さあバサラさん、私をあなたの好きにしていいですよ。お待たせいたしました。これよりユキさんの主従契約の儀式を執り行います。私がナルセさんに負けたくないって言ったらマリアが用意してくれた。私はユキさんのお気持ちに応えただけですよ。嘘つく。サラ、なんだ。5秒以内にこっち向かないと1枚ずつ脱ぐ。えい、はい、すみません。この後は聞いてるよな。俺の手の魔法陣にお前がキスをすれば。しない。え、何言ってんだユキ。私にもナルセさんと同じことをして。お願いバサラ、私を支配して。ああ、消えて。さあバサラさん、次はバサラさんがユキさんの気持ちに応えてあげる番ですよ。わかった、やるしかないんだろう。じゃあ、いいな。なんやのこれ。やっぱりユキさんはお尻でしたね。ユキ、ことを承知で耐えられればミオ様に勝てるんじゃないですか。このまま続けて。ユキ、すごい、私もあんな風だったんだ。ほらミオ様、ご覧ください。主従契約と同時に強化まで行えるなんてユキさんは将来有望です。うちもお風呂に入れて。はい。さあミオ様もご一緒に。なんで私まで野中と。いや、その言い方はどうなんだ。いいわ、ユキと一緒に入る。私もミオと一緒に入ってか。それでは今夜も楽しく裸のお付き合いと参りますよ。マジか。ミオ様、ユキさん、早くバサラさんを連れてきてください。おい、これはどうよ。いいんですよ。主従契約を交わした者同士であのような戯れを。バサラ、誰にも奪わせてたまるか。え、ちょ、バサラ。悪い、俺本当にごめん。俺何か急に頭が真っ白になって。あ、一つだけ許してあげる方法があるけど知りたい？ああ。だったら、もう奪わせたくないならもう一度ちゃんと私を奪って。バサラ？ショックだと思って気遣っていたのに油断も隙もない。なんであんたが。あのゼストって女魔族の見張りは。それかなり前からいたってことじゃないの。抜け抜けでバサラに甘えておいて逆ギレする意味がわからない。とんだ泥棒猫。猫が泣いてるけど気にしない。さあバサラ、どうやらお別れを言えそうな雰囲気ではなさそうですね。もう私がいなくても。マリア、よかった。ちょっと来てくれ。こいつらすっかり興奮しちまって、俺が何言っても聞いてくれないんだ。あ、じゃなきゃダメなんだ。マリア、あんたは私の味方よね。脅しに屈しなくていい。私に味方してくれたさ。あ、どっちの味方もお断りです。マリア、